次の人はじゃあささっとお願いします。ちょっと待ってくれよ、何言ってんだよ。今日はヘタリアのイベントということでエッチなこと言ってもいいんだぞ。小野坂さん、何あのフランスをやった時になんかみんな笑ってた。笑ってはいないさ、かっこよすぎたんだろなあ。今日はみんなのことぞ。おい次行け。これはいいの。小野坂正也さんです。トークコーナーです、はい、で雑誌の取材とかいろんなところで見たことがあるような答えもあるかもしれませんが、改めてみんなでもう一回話し合ってみようじゃないかということで、まず最初のテーマはこちらです。自分のキャラクター&やってみたいキャラクター。はいはい、だからね、ここから先は僕がグイグイ回していいんですけど、とりあえず小野坂さんが僕を見て笑ってるんで、じゃあ小野坂さんから行こうかな。俺から行くの、はい、端から行けよ。いや行かない、それが俺。誰も油断させねえかんな。ドイツだね、本当にね。小野坂さん何ですか。さすがドイツですね。小野坂さんは、僕はフランスというキャラをやってるんですけどね、最近なんかあれですね、エッチなことを言うことが増えてきてるんで非常に嬉しいですね。嬉しいんだ。嬉しいんですね。親近感を覚えるんじゃないですか。親近感を覚えるとともに、アドリブが作りやすいです。そのままいけばいいんだなと思って。ずっと下ネタ言ってましたもんね、はい、あともう杉山君との喧嘩がもう、そうですね、ほとんどの時間を僕たちのね、はい。聞きたい聞きたい。いや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 、そんな喧嘩しないよ。何言ってんの。ちゃんとね、シチュエーションがあって、 仲はいいもんな。仲はすごく仲はいいもんな。杉山さんと座り位置がかわいそうだ。なんでそんな感じで入っちゃったんだろう。本当仲はいいからね、はい、あれが見習っちゃいけない先輩像だよ。わかりました、気をつけます。おいおい、反面教師何やってんだよ。本当にね、反面教師ってなんだろう。やってみたいキャラクター、やってみたいキャラクターはね、まあイタリア。お、あ、嬉しいんだ。あ、なぜかというとですね、アフレコの時に一回も来ないのでイタリアは。あ、そうですね。ちょっとだから多分みんな誰かがやってあげないと次の人のセリフ困るじゃないですか。だからテストの時誰かがやるんですけど、やっぱりイタリアのセリフが一番楽なんですよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと軽くやってみてください。軽く。って言ってるやん。いや、ちょっと聞いてみたい。聞いてみましょう。ねえねえ、ドイツ、これもうダメだよ。もうやめよう、見ろ。やめ。顔が放送禁止になってます。できないよ。顔が違う仕上がりになってるじゃないか。やめろ。安本さん、次よ。次は、逆にさ、ちょっとさ、安本くん何やってみたい。俺はだからあんま喋んないって。そうだよ。僕はドイツです。質実剛健です。本当は質実剛健ですね。やってみたいキャラはね、ポニーかな。ブルルン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 。会話しないで。人たちは呪っちゃダメ。呪っダメです。やってみたいキャラってあります。やってみたいキャラは、あ、フランスとかやりたい。嘘でしょ。大変だよ、大変だ。じゃあちょっとやってみて。だからじゃあその裸のとこやってみて、裸のとこやってみて。もう事務所内で処理してくれよ。本当に。まあもうやるしかない空気でしょうね。頑張れ。応援されてる。応援されちゃった。応援されてる。頑張れって言われちゃった。頑張って。お兄さん。お、言葉のチョイスだ。やばい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 。ちょっと。みんなダメだよ。ダメだよ。ルナ。どんな人、どんな人。違う違う。ルナさんじゃないの。ダメダメダメ。笹野君はどんなキャラクターだっけ。次行こう、次行こう。うわ、びっくりする。お兄さん。あ、こら。とか
そういうキャラ言わなくていい、復唱しなくていいから反撃をついて、今見習っちゃダメって言ったでしょおお祭り騒ぎだステージ上は大変だ大変だこれひどいねえインドだったりとか、それは俺も思う。マレーシアとか、インドすげえやりたい俺。インドやりたいよねなんかね。例えばどうやんの？なんか顔じゃん。喋ってない。喋んないと喋んないと。喋んないと。手とかだよ。今日餌撒いたら食いつくのいっぱいいるから気をつけてください。油断も隙もないメンツですから。そんな感じ。はい、ありがとうございます。はい、気がついたら最後になってましたが、喋れ、はい、イギリス役をやらせていただいております杉山です。杉山さんが喋りだすとちょっと落ち着きます僕、ありがとうございます。そうですね、自分のやらせてもらってるキャラ以外にやってみたいキャラクター、自分がむしろできない路線だからこそ、ロシアのあの可愛らしい怖さに憧れるんですよね。はい、でも、はい、杉山さんだったら俺結構イメージいけるな。そうですかね。聞きたい聞きたいじゃあはい、じゃあ一言、はい、いきます。ウォーカー、同じ感じでパスタって言ってください。パスタどっちもいける、どっちもいける、いける、どっちもいける、いやなんか僕今いろんな人を敵に回した気がしますけど、ない大丈夫ですかね。杉山さんは真面目でいい人ですいやいやもうね、はい、そんな感じで。